お前はもうヘタレビーボーイじゃねえ、腐れビーボーイだ。エッグヤザーの無敵テレビ。おう、ヘタレビーボーイ、お前俺が送ったラップにラップで返さずに、なんか見てよ、ゴニャゴニャ言うだけのクソダセーやり方で返してくんのか。おい、ヘタレビーボーイ、お前はヘタレビーボーイじゃなくてもはや腐れビーボーイなんじゃねえのか。なあ、俺はもともとロッカーでな、もともとロックしかやったこともねえし歌ったこともねえんだ。なのに初めてお前の土俵で戦ってやろうと思ってよ、ヒップホップだかクソクソポップだか知らねえけどな、歌ってやったんだよ、ラップだかポップだか知らねえけどな。それなのにビビって逃げちまったのか、ヘタレビーボーイ。てめえの土俵で戦って負けたら一巻の終わりだからな。そのためにもおめえの綺麗な死に様になるよう、あんだけちゃんと PV も撮ってやったんだよ。なのにお前は逃げちまった。お前はクソだせえラッパーだかポッパーだか知らねえけどな、お前はもうヘタレビーボーイじゃねえ、腐れビーボーイだ。名前今日から変えろ。そしてなんかな、ヘタレビーボーイファンのクソみてえなアンチが俺のとこに湧いてきたけどな、バカじゃねえのかお前ら、韻を踏んでない、よくわかんねえよそんなこと。俺の韻はな、韻を踏む韻じゃねえ、みだらの韻なんだよ。毎日みだらに韻韻してんだ、あそこに韻韻だ。おめえらみてえなモテねえ同期野郎は知らねえかもしんねえけどな、ロックっていうのはそういうもんだ。これを見てる女たちがいたから、そしてお前らが大好きなヒップホップ、あれはなバンドができなかったダセーデブどもがやる音楽なんだ。なんでかわかるか、ロッカーっていうのはこういうピチピチの細身の服を着て髪も伸ばさなきゃいけねえし、メイクもしなきゃいけねえんだよ。そんなことができねえブサイクのデブどもがやってる音楽、それがヒップホップだ。わかるかお前ら。それなのに、なんだ、ライム、リリック、韻を踏め、パンチラインがどうこうだ、そんなもん関係ねえよ。楽器も弾けねえデブのブサイクがやる音楽、それがヒップホップだろ。あ？お前らよ、ヒップホップなんかやってねえでデブは相撲でもやってるわ。な？逸ノ城が今すげえ人気だ、遠藤も人気だ、佐田の富士だってすげえよ。お前らデブはな、音楽なんかやって悪口歌ってねえで相撲やれ。分かったから、おい、お前らはないつもいつも変なシールが貼ってある、金ピカのシールが貼ってあるキャップかぶってダボダボの服着てユニフォームでも着てるような格好してんだろ。ああやってお前ら格好から入るんだよ音楽、音楽っていうのは格好じゃねえ、ここだよ。分かったから、分かったら俺みたいに本当の音楽やろうぜ。お前らみたいなバカには分かんないかもしれないけどな、音楽っていうのは格好から入るんじゃない、魂で入るって気になるね。おいヘタレビーボーイ、これを見て腰抜かしてんじゃねえぞ、おめえもラップで返してくる。今度は俺の土俵ロックでやってみるか、おめえは楽器も弾けねえから無理だろうけどな。それともヒップホップなのかどっちだ、お前のやってること超ダセ、お前は俺をリスペクトしろ、俺は MC エッグヤザワ。はっち。